7人です。僕ら夫婦と子供2人 2>、えっと、で 2> 僕の親2人と妹が1人 1> でまあちょうど子供もね今高1と中2なんでまあ親離れじゃないですけどもクラブにバイトにだんだんもう離れていったんでこう他人数で乗ることがあんまりなくなったんでね、うん、そこもちょっと乗り換えで大きな理由ですよね。やっぱ S がこうちょっと出るだけで車椅子との高さがね合うんで。 腰の入りが楽にこうスッと移動できるんですよねやっぱあの辺はもう全然ちゃいますねで頭をぶつけなくてねお父さんからグッと入れるんで実際それだけ椅子が出るだけでもすごい楽,楽ですねうん、スッと腰が入るんでうん。だから最初初めてこの車乗って乗してあげた時すっごい喜んでましたからねやっぱり今は車っていうのは後席ですからね の助手席の真ん前でバーっとスピード感を昔みたいに味わえるっていうのが、やっぱりすごい喜んでましたね。エル、えー、グランドの前の点検の時にもうミッションのとこがね。ちょっと次の車検、まあ、車検代で言たらやっぱり50万近く以上。かかるかなーって言われてたんで、ちょっといろいろ車を検討してたんですけどね。話し、こうしている中で、まあ、試乗車がたまたまちょうどあったんでね。で、一回試乗してみたら、まあ。 やっぱりこう今までミニバンばっかり乗ってたんでまあああいう車を乗るとすごい <laughs> 走りが軽やかっていうんですかね、うん、運転性にこうちょっと良かったんで,でちょうど試乗コースもこう坂道が結構急なとこあく裏ありますんで、ね、そこを走らせてもうた時にお気持ちいいなやっぱりこう今までの車と全然違う,こう坂の登板力っていうんですかあれがすごい気持ちよかったんで一応。 今ギリギリ払ってるローンから比べてもまあ,あの国の補助金とかあったんでね、まあ、それはちょっと安くなるかなっていうところで,で嫁もまあ,まあすごい気に入っててしずやっぱり静かっていうのがありましたんででまあはっきり言ってその日の日うちちにも反抗ししゃいましたね <laughs> そうですね今のところはまあ乗る方を楽しんでるというか宮殿はまだ徐々に。 やってるとこで家帰ってからいつもこう6時ぐらいから給電まあして給電自体は7時半ぐらいからやってるんかなそれで一応10時半ぐらいまでで持ってるんですかねちょっとこううちも2世帯なんであの電気使用量がすすごい多い多んですよね最初いつも帰って給電ずっとしてたのと今度は逆に乗りっぱなしみたいなガソリンみたいな乗り方のという感じですね、うん、今。 涼しなればまあ自転車で通勤できる距離なんで十分今度は日中の一番高い電気の時間にリーフで給電してみようまあその時は家おってもね人数的には知れてるんで前室やエアコンが動くこともないやろうし結構な時間も積んじゃうかなと思うんですけど。